はい、どうもこんばんは、コアときぐるみです。時刻は8月5日の都心夜でございます。1週間お疲れ様でした。はい、本日の動画は日にちで言うと昨日ですね、8月4日からスタートしておりますセレクトボックス。はい、ラインナップはこんな感じになっておりますと。はい、で今回のメインどころと言いますと、やっぱり野獣兄さん、まあこの中で一番コイン稼ぎに強いのは野獣兄さんやと思うんですけど、あとはまあオールチャームが、ボム系ミッションに強くてちょっと重宝される的なことはあると思うんですけど、まあ引くべきかと言われると、はい、別に引かなくてもいいんじゃないのかなっていうふうには思います。まあここでコインを使うのであれば、まあ今月、先月の、限定積むにコインを注いだ方が全然いいんじゃないのかなっていうふうには、はい、思います。はい、以上って感じになっちゃうので、はい、今日は久しぶりに野獣兄さんをちょっとコイン稼ぎをやってみましたので、ちょっとそちらをご覧いただきつつ、まあ引くべき方どんな人、別に引かなくてもいいんじゃないっていう内容にしたいと思います。はい、では、ご覧のアイテムを使って遊んでみたいと思います。はい、久しぶりの兄さんやったんですけども、はい、昔はね、やっぱりコイン稼ぎ常駐積むの中でトップクラスといえばこのやっぱり野獣、そしてシンデレラ、ガストン、このね3人衆が一番ね、やっぱり優秀やと言われてた頃があったんです。はい、で私も野獣でコイン稼ぎをひたすらやっていた、ことがありました。はい、で、まあ、兄さんのねいいところをちょっとご紹介させていただきたいと思うんですけど、まずはねスキルがめちゃくちゃ軽いし消去量も多い、はい、ので扱いやすいですしね。はい、1分間あたりのコイン稼ぎ効率も2000コイン以上の出せるツムなので、コイン稼ぎとしては優秀なツムやと思います。ただまずね、まあネガティブなことを言うと、まあジャイロを使うっていう点でちょっと疲れるよねっていう、はい、ところと、はい、あとはスキル5以上じゃないと正直使い物にならないので、なので今回の例えばねセレクトボックス引く方がいるのならば、今回のセレボでスキルマックスにポポッと最後何回かでなるよっていう方くらいちゃいますかねと思います。はい、それ以外の方はまあ常駐積むなのでいつでもゲットできる積むではありますので、特にまあ母体確保する必要もないとは思いますし、はい、特にまあ今回のセレボに関してはスルーでいいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい、昔やったらねやっぱり6000コイン稼げる積むってなかなかいてなかったんですけど、今ね結構ゴロゴロいてるので、例えば今月の新粒のミッキー&ダッフィーやったりですとか、先月の、新粒で出てきてたダッフィーとかも、簡単に7000コイン以上稼げるツムではあるので、はい、特にこのツムに頼らずとも、コイン稼ぎ優秀なツムがね、今たくさんいてますので、はい、特には、まあ、必要なんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。まあ、優秀は優秀のツムではあるんですけども、特にね、ずっとツムツムをしていた方は、お世話になった方も多い、ね、もう、もはや、時代遅れと言ってしまったらあれなんですけど、はい、前積むない。うん、そんな感じです。はい、というわけで、まあ、ご覧のいただいたような感じです。久々にプレイしましたけど、はい。消去量も多いしね、サブ粒もよく育ちますし、はい、優秀な粒ではあるんですけども、はい、まあ何かの参考にしていただければなと思います。はい、というわけでございまして、はい、今回のセレクトボックスについてでございました。
最後まで見ていただきましてありがとうございました。よろしければ応援のチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、今回セレクトボックス野獣のプレイとともにちょっとご紹介いたしましたが、いかがだったでしょうか。昔はねめちゃくちゃこのツムでコイン稼ぎしてたんですけどね。はい、それでは、今日誕生日の人おめでとう、コアットキークルミでした。おやすみなさい。あなたの明日がいい一日になりますように。